はい、今回はですね、WCCF の一番新しいカードなのか、17、18やもんな。知らんな。これは明らかにトルコの名前ね。オマール・トプラク。知らねえ。ディフェンス17。結構高いな。ドルトモントって結構レベル高いよ。エメルか、オマールじゃないよ。エメル・トプラク。知らねえ。身長186センチ、89年。へぇー。今どこにいるんでしょうか。ドルトモントじゃないよな。今ドルトモント、フンメルスだもんな。さあ、トプラクちゃんはどこにいるんですか。あ、トプラクちゃんは、現在トルコに帰りましたって。アンタルヤスポル。あ、そうやね。やっぱこの人、生まれがドイツやねん。なんで国籍をトルコにしてるね。身長187センチ。トルコキャップ、27キャップ。でもワールドカップ出てないね。久しく出てないからね。リーグ戦で出場してるというところで。まあ、次のワールドカップワンチャン可能性あるよね。で、もともとは、ドイツの国、なんちゅうチームや、読まれへんな。フライブルクか。フライブルクの、ユース出身で、そしてフライブルクでデビューと。そうなんだ。で、レバークーゼン。レバークーゼン長いな。レバークーゼンのカードあんのかな、じゃあ。6年間ぐらい。そしてドルトムントで、2年か。すぐ出されてるね。で、ブレーメンに行きの。で、ブレーメンでもパッとしなかったのかな。で、トルコに来たと。もうこのトルコで、ラストという感じかな。ちょっと何試合出たとかね、データはないんであれなんですけども。まあ、トルコの番人って感じかな。まあ、現役のターンもトルコ代表やと思うんでね。まあ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 。トルコもね、この前の日本戦ましたけど、なんやろね、なんかいい選手多いんやけど、監督もコロ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 変わるし、なんか一貫性がないよね。もっと強くなっても良さそうなもんなんだけどね。ちょっと謎の国だね。政情不安もあんのかな。はい。